おととい、岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で3人が死傷した事件。18歳の隊員の男が隊員3人に向け自動小銃を発砲。菊松安親1曹と八代航佑3曹が死亡。原悠介3曹が大けがをしましたが、捜査関係者への取材で当時の男の動きが分かってきました。訓練が行われていた時、男がいたのは射撃の順番を待つ待機場所。そこで男は勝手に銃弾を装填。それに気づき、やめろと八代3曹が制止すると、一発目を脇腹に発砲。そして男は弾薬係がいる後方に移動し、菊松一曹の胸に発砲。そしてさらに後方に移動しながら原三曹の太ももに発砲。それでも強行は止まらず、再び菊松一曹に発砲したといいます。その後別の隊員によって取り押さえられましたが、その際にも複数発発砲したとみられています。本来銃弾を装填してはいけない待機場所で始まった強行。男は誰を狙い、その目的は何だったのでしょうか。調べに対し男は、お前何やってんだ、やめろと言われ自分の行為を邪魔されると思って撃った。その人に恨みはなかった。捜査関係者によると、男を止めようとして最初に撃たれた八代三曹についてこう供述。さらに、足を狙った、当たりどころが悪かったから死んだ、殺すつもりはなかった。八代三曹への殺意を否認しているといいます。男が特定の隊員を狙ったかどうかは分かっていませんが、昨日会見した陸上自衛隊のトップ陸上幕僚長は、この3名については直接その個々にですね、隊員を指導する立場ではなかったというふう認識ですので、何かその射場で個々に指導を受けたのかどうかというのは、まあ把握できないと。男を直接指導する立場ではなかった3人がなぜ狙われたのか、動機は明らかになっていませんが、男の同級生に取材を進めると、その人柄が見えてきました。ムードメーカーだったのもあって、陽気な感じでしたね。あんまり暗いところってのはなかったんで、まあ、基本的に陽キャラみたいな。高校時代放送部で部長を務めるなどムードメーカーだったという男。そして幼い頃から自衛隊への憧れを語っていたといいます。自衛隊になりたいっていうふうなことは結構言われてたんですか。はい、本当に自衛隊なんか憧れてたんで、自衛隊になりたいって言ってたんで、もう割と高校入って最初の段階でもう進路は決まってたと思うんですけど、3年に入ってからそういう試験の勉強とかはいろいろしてましたね。駐屯所とかへの金額も、まあ、1回だけですけど一緒に行ったりとかしましたし、憧れの自衛隊に向かって努力をしていたという男。しかしその一方でこんな証言も。中1までは一緒にいて、まあ、途中から不登校になって、そこからいなくなってって感じですね。どこに行ったんですか、ね、それは分かんないです。僕も不登校になった理由って何か、それは聞いたことないです。高校の時は里親のところで育ててもらった。そして銃への興味をうかがわせる場面もあったといいます。いわばシューティングゲームだったりとか、銃を撃ってとか、そういう今流行りのゲームとかよくやってましたね。エアガン多分好きだったと思います。あの BB 弾あったんで。一方、死亡した八代航佑3曹は岐阜県池田町の出身、4人兄弟の三つ子の一人で、幼い頃から仲が良かったといいます。三つ子ちゃんいつも一緒でした。仲がいい3人、ね、
一番その康介さんが活発で元気なイメージなので、近所の末っ子的な感覚ですかね。まさかだったので、トルコやった本当にショックですね。なぜ尊い命が奪われてしまったのか。自衛隊と警察は男の動機など事件の経緯を慎重に調べています。